とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーで新しく出てきた装備、使っていきたいと思います。これはね、どうなのか、強いのかな。これ、ブロードソードです。黄金爆発で、下のエンチャントを、痛みサイクル、ダイナモ、リフレッシュですね。超ダメージエンチャを2つ入れてるので、途中途中のダメージがね、若干少ないと思うんだよね。もしくは、虚無、ダイナモ、リフレッシュ。多分そっちの方が合うのかな。虚無の方がいいような気もするんだよね。まあ、使っていきたいと思います。でも、ブロードソードよりも、心奪うものの方が強い気がするんだけども、どうでしょう。まあ、火力はこっちがありそうですね。使ってみます。それでは行きましょう。プレイヤーのダメージは 50% 増加して重力パルスを持ってるけども、敵は帯電を持ってるっていうとこですね。防具はフルメタル。で、いつものパープルストームに、キノコドラ羽ですね。このセットで行きます。多分ね、忙しい感じにはなると思います。でね、痛みサイクルの方にしました。痛みサイクル、ダイナモリフレッシュ、爆発ですね。虚無よりもこっちをちょっと使っていこうと思います。あ、なるほど。強いぞ。ちょっと待って、強い。あ、思った以上に強いな。おう。ただ忙しい。また忙しい。あのね、先日使った、感情と終焉。あれもね、ものすごい忙しい装備だったのよ。同じくこれもそうだね。忙しい。まあ。ダイナモ入れたらそんな感じになるか。ピョンってしないと火力出ないんで、こういう戦い方になるもんね。どうしてもなっちゃうので、忙しい。これ、マジか。でも強いね。なんか思った以上に、あ、そうか。このダメージが上がってるっていう、これがやっぱでかいね。ダメージ 50% 上がってるので、そうかそうか、こんな感じなんだ。むちゃくちゃ強い。まあ、それはそうだよね。ダメージが 50% 上がってこの感じだから、強いよ。危ね。はい。痛みサイクルが出た時が、超ダメージが出る。よし。で、脅威。で、何さっきの。あ、モブダメージが 60% 増加するってやつね。その増加した状態での、帯電はきついよ。増加して帯電か。まあまあ。完璧にちょっと注意していかないと、死にますね。注意して進んでいきましょう。中間地点突破。まあ、この辺が中間地点かな。強いよ。ちょっと、これ、だいぶ見くびってたかもしんない。もう、どうせ心奪うものの劣化版でしょぐらいに思ってたら、だいぶ強いね。おう。いやもしかしたらよ。もしかしたら、この 50% 攻撃力アップ、これが相当強い感じになってるのかもしんないけども、いやいや、これは、驚きの強さだ。いきましょう。これ、そうね。あれが合うかも。無謀。あ、いや、よくねえか。無謀はやっぱり、まだね、俺には使いこなせない感じですね。無謀難しいんだ。あれを使うには、まあまあ、装備はね、これでいいんだよね、防具は。フルメタルの、いいやつが出ればいいんですけども。まあまあ、まだ持ってないですね。あ、251はもらった。でも、無謀使うならやっぱね、263欲しいんだよね。ちょっと HP が心もとない感じになるんで、
できれば263が欲しいけど、もうまあまず出ないでしょう。あれはやっべ、あぶねえ。263のね、無謀編成はまあ出ないよ。うん、めちゃくちゃ欲しいけどね、もう強いっていうのがもう約束されてるんで、間違いなく強いのよ。最強になるかもしれないね。うん、あれ勇者でもいいのか。あ、でも勇者よりもフルメタルの方が、そうか、攻撃力も上がるしいいんだね。あの攻撃 30% 回避っていうのが無謀の時にはすごく役に立つんで、そこが重要なんだよね。今回のタワー、いや出ないかな出てくれればいいけど、やっぱなかなかね、理想は出ない、全く出ない。うん、まあまあそんなもんさな。ポロポロ出てきてもらってもちょっと難易度が下がってよろしくない。おい、ちょっと待って、止まるなって、あぶね。止まっちゃダメダメ、死ぬよ。え、キャプテンいない？え、いなかった？残念、キャプテンもういません。脅威とモブダメージ 60% 増加ですね。はい、弱すぎ。6200万、いい感じのダメージ。本当強い強い。あ、驚いたな。ちょっとね、侮ってましたわ。ブロードソード使ってみました。かなりいい編成になったと思います。これね、爆発がちょっと邪魔になるかなと思ったんですよ、リフレッシュの。そんなことなかったね、今回使った感じで。ダイナモと痛みサイクル、この二つの組み合わせは強かった。うん、なんかこれ5倍ダメージ出るまでちょっと時間がかかるから、そこまで強くないかなと思いきや、いやいや、強い。うん。ただし、忙しい。最近俺よく言うな。忙しい。とにかくぴょんぴょんして、こんな感じで戦うんで、忙しいね。でも、強かった。うん。わかんない。もうちょっと難しいとこ行くと、ダメかもしんないけども、今日やった感じでは、心を奪うものと同等、それ以上ぐらいの強さは発揮できたと思います。これなかなか良かったですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。